次のデータはある都市のあるん？ある都市のある都市の月ごと。かぶって持ってるかな、都市と都市が。月ごとの最高気温を並べたものですと。ほんで、1個目がこのデータの平均値を求めましょう言われてますから、まあ言うたら全部足してね、個数で、だから何個ですか、月ごとやから12個あんのか、12やな、そうやな、12個あんねんな、全部足して12で割ればええんやけど、まあ足すか、足しますか、全部足して12で割りはもちろん平均出んねんけどさ、予想立てますか。だいたいじゃあ17度にしようかな。平均17度と予想しましょう。ほんなら、こいつはマイナス12度やろ。で、次がマイナス13度やろ。次がマイナス9度か、そやな。次がマイナス5度。こいつプラマイ0。次は、7度かプラス。で、次はプラス10度。だから11度、5度、13度。で、マイナス8度のマイナス11度か。ってことはマイナス11とプラス11消えて、プラス13とマイナス13消えて、マイナス8、プラス5とマイナス5が消えて、10と7で17やろ？マイナス8とマイナス9でマイナス17やろ？これで消えるな。ちょっとずれてんな。マイナス10、うわ、惜しかった！マイナス12が残っとわ。ってことは、マイナス12を12で割ればいいね。マイナス12を12で割れば、実際の平均は予想よりもマイナス1度やった。16度やった。惜しかった。じゃあ平均16だな。はい。という感じで、こんな感じで求めてもええで。予想を立てて、それとの差の合計がぴったり0になれば平均や。ドンピシャで当たってたってことやね。今回は平均取ってみたらマイナス1ってなったから、俺が予想立てた17度よりも1度下がってたよってことや。16度やね、平均は。っていうことで、で、次行きましょう。このデータの中で入力ミスが見つかった。はい。30度となっている月の、これね、ここ。ここの最高気温が正しく全然ちゃうやん。正しくは18度で。正しくは18度だったそうですと。この入力ミスを修正すると、平均値は前よりも何度減少しますかと。18度ってことは、12度マイナスやろ。これ、こっからここまで。マイナス12度やんか。ってことは、ほな、マイナス12度を12で割ればいいやん。っていうことは、マイナス1や。つまり平均値は、16度よりも1度下がって15度ってことよ。あ、ちゃう。何度減少するかって書いてある。ってことは、1度減少や。一度減少。ってことやろ。はい、それで終わりや。その次、3番。このデータの中で入力ミスが見つかった。またですか？またですかっていうか、2番とは別か。30度は30度のままか。正しくは6度が10度になって、30度が26。あ、まだでも30度は結局間違えてんねや。6度が10度、30度が26度になっとったと。そうすると平均値はどうなってんですかというと、6度が10度になりますよと。これで、プラス4度やな。でから、30度が26度やから、こいつは、マイナス4度か。こいつはマイナス4度や。あ、ってことは、平均は変わらんのじゃん。プラス4度したのとマイナス4度したのがやから、結局プラマイ0になって、平均値は特に変化なしと。ね。変化なし。あ、だから、これか、選択肢な。この下の、修正前と一致ってことでいいでしょう。はい。ということで、3番や。修正前と一致し、これがまず1個答えな。分散はやろ。分散っていうのは、平均値からの差の2乗を取るわけやんか。ってことは、修正前。
修正、わお、すごい飛び方しますね。修正前な。修正前はどうなっとったかって言うたら、平均が16度やってんな。ってことは、ここの正しくは、6度や、もともとは6度、30度って設定しとったのがもともとや。つまり、平均の16度からの差が、16度からの差は、これでマイナス10度な。で、こいつをマイナス10度に乗すると、100や。もう一個の方。30度の方は、30-16が14だよな。14の2乗が、なんぼ100、なんぼやったっけ、じゃあ、そしたら196か。やね。ってなっとうから、まあ合わせて、よいしょ。296や。っていう風になっとったな。それに対して変更後、修正後はですね、6度やったんが10度になっとんねんな。10度から16度引いたら、だって平均は変わらんからな。平均は変わらんよと。修正前と1って書いてたから、そのまま16使いましょう。そうすると、マイナス6度ですか？マイナス6に乗してあげると、36。で、もう一個の方が、30度から4度下げて26度か。26。26から16引きましょう。で、そうすると、10ですか？10の2乗で100や。ということは、これ合わせてあげると136ってなんねんな。ってなると修正前に比べて、ほら修正後の方は、ここの数字が減ってるでしょ。ってことは、分散は減少してるってことよ。ほな2番やこっちは。はい、ということでございます。いいかな、いいでしょ。はい、お疲れ様でした。